青城王子の人生の目的は何ですか、まあ、人生の目的はですね、えーとまあ、最近いろいろ考えたんですよ自分の中でもすごい考えたんですけど今まあ正直孫の代まで暮らせるお金は資産はありますありがたいことになりますよね、はい、あとまあこうやって皆さんが見てくれるような発信力も徐々についてきました本当にありがたいことですね、はい、あと,まあえと身,の回り身の回りのことについては困っていることはありません、はいえー、で大事なものもありますいつも一緒にね寝てくれるね 人もいるんですよいつも一緒に寝てくれるねルミナちゃんっていうね犬がいるんですよ大事なねはいでもなんか思ったんですよ一つだけ足りないものがあるなって思ったんですよ僕にそれ何かなっていうとまあ結婚相手なんですよねはい僕よく「ツイチなんとか「子供いるの?」とか言われるんですけど別にツイチでもないし子供ももいないんですよただもし今ないものがやっぱり結婚相手なんですよ だから将来いつかね結婚してみたいなと思ってます。人生の最後の目的はそれですかね。はい。